うん、うまい。めっちゃうまい。いろいろ他でも食べてるけど結構美味しい方。美味しい。すごくない？何何何何それ。あま。朝方までやっているグルメストリート、保育園ナイトマーケットを調査して。右の通りとかすごい屋台出てるよね。そう、お買い物もできて激安でプラス食べ物もいっぱいあって食べ歩きができるところです。本当だ、ほとんど閉まってるね。でしょでしょ、マジで休憩だ。子供のおねじゅねじゅ、すごいいろんな種類のさ果物売ってる。これすごいジョンプ、ジョンプ美味しい。車いいですね。知らなかった。何やらえはあ、ロッタン。ロッタンって何？ロッタンっていう中身の実が透明で甘いやつなんですよ。へー、やっぱドリアンは絶対。これ何？これ何？これは？これ何？これカボチャのプリンじゃない？あ、これ貝菓子だ。美味しいの？美味しい。このカボチャ私大好き。じゃあ頼んでます。よし、アニーカコさん。いや、出ない。本当だ、出来たてほやほやだ。いやー、すごい柔らか。超柔らかい。うわー、プルプル。うん、めっちゃ美味しい。甘さがね、すごくほどよくて美味しい。わ、本当に柔らかい。うん、あ、全然プリンのところ。ごめんなさい、お兄さんに笑われちゃった。しないか、あんに。あ、かぼちゃ、すごいかぼちゃ。めっちゃかぼちゃ。うんうん、美味しいでしょ。ココナッツの甘みとこのかぼちゃの、あの柔らかさね、すごい合う。全然甘すぎない、ちょうどいい。見て見て、あれ、トウモロコシの焼いてる感じ。美味しそう。やばいよね、このおととい。お祭り来てるみたい。炭火で焼いて、熱いままお兄ちゃんがこう、そぎ落としてるよ。すごい。すごい香ばしい焼きトウモロコシ、バター味。いただきます。お味はどうかな。うん、うまい。美味しい。トウモロコシトウモロコシが甘いから、トウモロコシの甘みがもうすでにあって、めっちゃうまい。あ、そこにね、あるの。ここめちゃめちゃいっぱいある。何万パンか、サパロッヌ50バーツです。ジュースっていうよりはスイカの味がすごいジューシーで、スイカそのまま食べてるみたいな感じ。ここのお店すごいおすすめ。めちゃめちゃ美味しい。いただきます。あ、うまい。すごいフレッシュ。これいいね、甘さが全然ただ、ほんとそのままのみかんって感じで。おー、味がしっかりしてる。満足度5つ星。何が美味しいの？新鮮なやつ。逆に、もう、いっぱい入れよう。
時間、夕方5時半から朝5時まで。すごくない？一日中じゃん。そこでいろいろ生きてるエビとかをそのまんま焼いてたり、すごい。絶対美味しいよね。ここのおすすめは何かみたいな。ハッシュバッグダニーとムーパッパッタイケン。それって一旦と塩トマトを一緒に炒めてるやつ。で、タイ人の中でもすごく人気メニュー。食べたことない。食べてみたいね。それ行こう。それで。ムンパッカイケンです。スーパーポンカレーから食べていこうと思います。こことさ、レッツゴー。いいですか？どうぞどうぞ。うわー、美味しそう。これはやばい。見て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 。これはうまい。では、いただきます。あ、いい香り。すごいカニの匂い。いただきます。一口がすごい。結構あさりてる。カニもちゃんとカニの味するし、全然なんかくどくない。やばっ、美味しい。そんな感動する。めっちゃ美味しい。まこちゃんは知らない。これこれこれ、あ、食べるな。全然しょっぱくない。この見かけからして、うん、結構濃い味なのかなって思って、うん、全然そんなことないし、うん、めっちゃあっさりしてる。このガッカすごい新鮮、弾力すごい。これが卵、そうそう、その黄色のやつが海鮮。結構まろやか。そう、これ3つで50バーツ、4つで60バーツ、その他追加1個10バーツです。だから好きなのを3つ選べるもの。網並み、網並み入れてます。すごい美味しそうね。あのジンジャーブアロイ。こっちが、こっちがロチョンっていうのと、サリンとココナッツ。すごい、本当にかき氷いい音だね。いい音。あ、すごい、色がすごいよ。感じたくなるだろ。なんかね、色見た目で判断しちゃダメ。甘い、甘いけど美味しい。どんな甘さ？なんて言えばいい甘さかな。寒天っぽい。寒天、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 寒天。寒いに天ぷらの天、寒天。ちょっと分かんない。大事だった。まこと、味見してくれ。あ、ティッシュ、ティッシュ、ティッシュ。白っぽい味。すごい。あ、私があまり得意でない。ここ
ココナッツの味まあこれは好きな人はたまらないんだろうけど、私的には今も大丈夫かな。もうなこちゃんが好きなのはこの生姜のボアロイ、中は生姜、あ、多分だってごま団子食べたら、あ、ごまだ、ほら見て見て、あ、美味しそう、あ、ごまジュイって出た、すごい黒ごま、うん、思った以上に生姜のパンチすごいね。おー、すんごいしっかりとした生姜のスープ、でも美味しい。このごま団子が結構ちゃんとした甘みがあって、うん、合う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 、喉の調子悪いって言ったからちょうどいい、ちょうどいい、うん、良くなったかも今日も食べたー、食べたー、お腹ポンポン、お腹パンパン、幸せいっぱい、お腹いっぱい、あーいいね、それそれまさに最高本当ならもっとお店が好きか、あーやっぱ考えてからちょっとおとなしいらしい、やっぱそうなんだね。でもそれでも結構楽しみだもんね、いろいろあったしね、なんかシーフード屋さん、ああれ美味しかったよね、めちゃめちゃあれ本当おすすめしたい、あれはねマジチコベリグー今回のグルメシリーズはそんな感じです。次回もまたお会いしましょう、またねそんなんでいいの保育園ナイトマーケットは MRT 保育園駅を出てすぐのところにあります。取材日はソンクラン直前だったので屋台などあまり出ていませんでしたが、実際には早朝までお店が並んでいます。まさに眠らないグルメストリートです。朝まで楽しみたい方はぜひ行ってみてくださいね。グッドボタンと